時を刻み時代を作る賢者の選択シェイパーズ。賢者の選択シェイパーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。山田桃子です。まあこの番組もね、2004年スタートして20年近く、今回新しくリニューアルをしまして、賢者の選択シェイパーズと、これからいろんなところでリーダーになっていく方々、そして今リーダーでいらっしゃる方々がね、新しい価値を創造していくときにどういうことを考えているのか、またどうやってその価値を創造するのかと、このあたりを中心にいろんなお話を伺ってまいりたいと思います。事業の強みや社会的使命、そして今後のビジョンと、世の中に伝えたい情報と知られざる魅力を分かりやすく視聴者の皆様にお届けしていきます。今回の時代を作るシェイパーズはこちらです。株式会社安藤狭間。2013年、建築に強みを持つ安藤建設と土木に定評のある狭間組が合併して誕生した安藤狭間は、土木建築事業を中心にカーボンニュートラルなどの環境対策、 DX 推進に向けた先端技術の開発にも取り組んでいる。そんな安藤狭間が今最も力を入れている分野の一つが現場力の強化です。生産性プロセスを改善することで生産性向上と現場の環境改善に取り組んでいます。今後も現場力を強化して人と技術で未来に挑んでいきたいと考えています。本日のゲスト、株式会社安藤狭間代表取締役社長、国谷和彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、番組では時代をリードするアイデアや取り組みを未来の種と称してお話を伺っていきます。安藤狭間の未来の種とは何でしょうか。はい、山岳トンネル統合型掘削管理システム、通称アイナトムです。非常にやはり技術力の高い、機材が使われているという感じはしますよね。はい、さて、この未来の種がどのような新しい価値創造の原動力となるのか探ってまいりましょう。さて、先ほど未来の種としてご紹介いただきました山岳トンネル統合型掘削管理システムとはどのようなシステムなんでしょうか。このアイナトムはトンネル施工におきまして、自動化や無人化といった高度化技術、それと ICT 技術を利用して工程や品質から地質情報などを取得分析する技術、それを合わせて施工情報を集中管理することによって、トンネル全体の工事の生産性と安全性を飛躍的に向上させるシステムです。まあ、私なんかはね、トンネルっていうと職人さんがこう掘り出していくっていうイメージがすごくあるんですが、いわゆる工程としては同じことをやってるってことです。昔から葉っぱといわれるダイナマイトの爆薬を使って掘削をするというところは変わりはないんですけども、そこにですね、情報技術 ICT 技術を活用して情報を集中管理するということが違ってまして、はい、それによって非常に少ない人数で安全に無駄のない作業ができるようになってます。こちらは北海道新幹線のトンネル工事が行われている後志トンネル天神工区。この現場では安藤狭間が開発してきた山岳トンネルの施工を高度化する要素技術が数多く取り入れられている。こちらではどういった工事が行われているんですか。はい、北海道新幹線の延伸工事の一つとなっておりまして、爆薬を用いて掘削を進める山岳トンネルの現場となっております。山岳トンネル工法は一般的に葉っぱまたは機械人力により掘削を行う。掘削で出たズリと呼ばれる土砂の搬出を、小さな岩などの落下を防ぐためコンクリートを吹きつけて固める。さらに岩盤が崩れないようにトンネルの形状に合わせて加工した骨組み構成支保工を設置。その後コンクリートの二次吹き付けを行い、最後にロックボルトと呼ばれる鋼棒を放射状に設置する。この一連の作業を繰り返しながらトンネルを掘り進めていくという。一回でどれぐらい掘ることができるんですか。山が硬くていい状態の時は一度に2メーターですとか掘削する時もありますし、山が柔らかかったりですとか、あと湧水があったりですとか、山の状態が悪い時は1メーターずつ掘削したりと、その山の状況を見て書いております。これは
発破の際に爆薬を仕込む穴を開ける全自動ドリルジャンボ。従来ですと、穴を開ける作業は3名で行っていたんですけれども、全自動ジャンボを入れることによって3人から1人に減らして先行作業を行うことが可能となっております。どうして人数を削減することができるんですか？突破パターン作成プログラムという当社独自のプログラムを使いまして、先行位置を自動で算出しましてジャンボに読み込ませることによって1人がボタン1つ押すことで自動で先行する作業が可能となっております。10秒後に葉っぱが鳴りますので耳を塞いでください。はい、10秒前、はい、びっくりした、怖かった予想以上でした。こちらの現場では掘削した土砂を運ぶためにベルトコンベヤーが設置されている。以前はどのように土砂を搬出していたんですか？大型のダンプトラックを2台から3台使用しまして、トンネルの構内を往復することによって切り出し作業を行っていました。そうしますとトンネルの中で働いている他の業者さんとの接触リスクですとか、あとはダンプトラックが走ることによって粉塵が舞い上がったりしますので、ベルトコンベヤーによってズリを搬出することによって、まあ、トンネル構内での接触リスクの低減ですとか、あとは CO2 の排出の低減ですとか、まあ、そういったことに寄与しております。技術の進化に伴って現場の機械化が進んでいると思いますけれども、はいはい、総合的に見てどのようなメリットがあるとお考えでしょうか？2024年の4月からですね、働き方改革の一環としまして時間外労働の条件規制が始まります。まあ、その中で現場として施工の効率化というのは非常に必須となっておりまして、まあ、4週8弊社の実現というのが目指すところになっています。当現場ではですね、さまざまな技術開発を行っておりますけれども、まあ、トンネルのサイクルの中でまだ一部分でしか自動化ですとか省力化がなされてない状態になっておりますので、ゆくゆくは一サイクル全てを自動化したりですとか省力化につながればトンネルの未来は変わるのではないかなと考えております。今回実際に現場を見させてもらって、もう最新の機械が投入されて現場で活用されていたんですが、もう優れた機械、重機を見るとどうしてもそこに注目してしまいがちなんですが、実際には現場の方の安全性も含めて現場をより良くするための技術革新だということを肌で感じました。建設業界全体の課題としてまして、担い手の不足というのがございます。作業員の高齢化というのがございまして、このトンネル作業におきましても、以前はいわゆる熟練の技能者と言われる方が、それこそ葉っぱの作業についても経験と勘、そういうところに基づいてずっと作業されていまして、こういう熟練の技能者がどんどんこれから少なくなっていくというところをですね、やっぱり置き換えていかなきゃいけないと。でこれを AI の技術ですとか機械にどんどん置き換えていくと、まあ、言い換えるとですね、熟練技能者の匠の技というところを機械に置き換えていって技術を伝承していくと、そういう必要があるのではないかと考えています。そもそもの質問で恐縮なんですが、はい、その最新技術が入る前は昔はどのようにしてトンネルを作っていたんですか？はい、それこそですね、はい、葉っぱ爆薬を仕掛けるのもですね、人力でドリルで掘って、でその部分に手で爆薬を装填してという作業を繰り返してまして、でその装填する穴の位置を決めるのもですね、熟練技能者の勘と経験に頼ってきたと。でそういうところを、まあ、定量的にやっぱり評価することによって、葉っぱの結果の良し悪しということも判断できますし、まあ、そういうことを複合的に良くしていくという形で、熟練技能者の方の今度腕も上がってきますし、まあ、相乗効果でどんどん生産性と効率が良くなってくるという形につながっています。なるほどね。まあ、だけどそれとともにその人が働く場所は減っていくわけですね。その辺の不安感というのは働いている社員の方とかにはないんですか？熟練の技能者と言われる方々はそれぞれプライドを持って今まで作業してきましたので、自分の技術と技というのが盗まれるというのはやっぱり非常に最初は抵抗がございました。ただ自分たちのこの匠の技をやっぱり後継者がいないと継いでいけないというところがございまして、
まあ、それをどういうふうにつないでいくのかというところに若手が入ってこなければつないでいきませんので、そこのところを AI の技術や機械で若手の技術者、そういう方でもこう作業ができるように技術をつないでいくということが大事かなと考えています。やはり建設業、特にトンネル現場につきましては、やはり危険がつきものというやっぱりイメージがありますし、まあ、実際にトンネルの現場自体も非常に危険というところがございます、うんうん、特にキリハと呼ばれるトンネルの先端の、はい、それこそ爆薬を仕掛けるところは常に落石の危険があるということもございまして、特に私どもはその安全というところで、できるだけ危険な場所には人が立ち入らないようにする、うん、現場全体を安全にすると、うん、ということも私たちの仕事の一つだと考えてます、うん、さてトンネル工事の第一人者というキーワードが出ました。安藤狭間では昔からトンネル工事を数多く手掛けられてきたということなんでしょうか。はい、トンネルにはですね、山岳地帯の固い岩盤を掘る山岳トンネル工法というのと、もう一つ比較的都市部分の柔らかい地盤の中を掘るシールド工法という2種類がございまして、当社は昔から両方ともずっと施工しております、うん、現場としては具体的にはどういうところがあるんですか。山岳トンネル工法としましては、青函トンネル、それから長いところで言いますと関越自動車道の関越トンネル、最近ではですね、青崩れ峠という静岡県と長野県の県境に位置するトンネルがあるんですけども、2019年に工事に着手しまして、4年の歳月をかけて2023年にやっと貫通させました。実は青崩れ峠という名前がついているほどで、非常に岩盤が脆くて崩れやすいということで、トンネルの変形をいかに抑えながら掘るかと、そういうところも一つ技術が加わっています。それともう一つ山岳トンネルとは別にですね、シールドトンネル工法というのもございまして、最近で言いますと首都高速道路品川線、はい、2本のシールドトンネルを掘りまして、その間をですね地下で切り広げという工法を使いまして、広げまして、で地下に大空間を作るという工事でございまして、連結するってことですか。連結するんですね。当社の特許技術で WJ セグメント工法というものを使って施工しております。まあ、今後のトンネル工事事業ですね、これはどういうふうに伸ばしていきたいというふうにお考えなんですか。トンネル自体はですね、今後も山岳トンネルの道路ですとか鉄道ですとか、あと都市部においても道路鉄道、それから今リニア新幹線なんかもやってますけども、まあそれ以外にも都市部の地下河川、まあこういうところにもいろいろと用途ございまして、今後も多く仕事がございます。で当社いろいろと施工実績ございますので、それを当社の強みとしまして、まあ社会資本整備に貢献していきたいというふうに考えています。さて技術の創出というキーワードが出ました。具体的にはどのような取り組みなんでしょうか。はい、当社では生産性の向上などの建設の技術に関わるものだけでなくてですね、例えばカーボンニュートラルですとか環境の変化ですとか、はい、社会の要請からお客様のニーズの多様化、それに対応するようにですね、かなり幅広い分野でいろいろと技術開発を進めております。こちらは茨城県つくば市にある安藤狭間技術研究所。人間と自然環境を結ぶ技術の創出をコンセプトに、さまざまな技術開発研究が行われている。緑と木のぬくもりが印象的なおしゃれなオフィスですけれども、こちらはどういった特徴があるんでしょうか。今社会的に大きな問題となっているカーボンニュートラルの問題に向けてですね、私たちの会社ではゼブに大きく取り組んでおります。まずですね、足元をご覧いただきまして、カーペットの中にですね穴が開いていると思うんですけれども、こちらからですね空調の排熱を利用した装置になります。空気が暖かくなると上に上がっていきますので、その原理を利用して下のところに暖かい空気が出ていくということで、足元が暖かい状態を比較的低コストに再現できるというのに特徴があります。こちらが二重サッシを設けたですね、断熱を意識したブラインドになります。普通のサッシですと外からのですね冷たい空気であるとか暖かい空気っていうのがダイレクトに部屋の中と関係してしまうんですけれども、2枚の窓ガラスを用意することで間に空気の層を作って、そこで外気の温度に室内の温度が直接的に触れるのを避けるということによって、中の空調効率を上げるというようなことを行っております。
この他にもゼブエリアでは省エネ性能、快適性の実証を行っており、新しい働き方についての提案にも取り組んでいるという。こちらではですね、カーボンニュートラルを見据えて新しい電気を作っていく、そういうことを取り組んでいます。こちらの方ではガスの方を使った試験しておりますけれども、将来的にはですね、水素を使うことによって水素のみで電気を作っていく、そういうことができるようになっていきます。作る、使う、広めるの3つのコンセプトに従ってですね、作った電気をしっかりと使っていく、そしてそれを広い広域的にうまく融通していくと、そういうふうな形でプロジェクトを進めております。こちらは地震や河川の氾濫が発生した場合、堤防などの土木構造物にどれだけ影響が起きるのかを把握するための実験装置。これまでの実験は縮尺模型を直接使って行われていたが、実際の構造物にかかる重力とは異なるため、安藤狭間では新たな装置を導入。装置を高速で回転させ、模型の縮尺に応じた重力加速度を作用させることで、実際の構造物と同じ状態を再現することが可能になったという。かなり広大な敷地ですけれども、ここは何をする場所ですか？ここは屋外実験場という場所でして、ブルドーザーであるとか、そういったものの自動運転に関するような技術開発であったりとか、屋外に試験体を置いてですね、屋外の条件でそれが時間経過とともにどのように変化していくかっていうのを確認したりとか、そういうふうなことをやるような場所になっています。他にはですね、新入社員研修におきまして、実際に職人の方に来ていただいて、でその職人さんに指示を出して、どのようにものができていくかっていうのを記録を取って、でしっかりと管理していくという、実際の現場で使うプロセスをここで学んでいただくということをやっています。こうした新人研修は長期間行われるため、技術研究所の敷地内には宿泊施設も完備されている。やはり新入社員の方が大学卒業後すぐに現場に行ったっていう時に、そこで使う言葉であるとか人との接し方、それが分からない状態で入ると非常に不安になるということもございますので、 OJT になるそのさらに手前ということでトレーニングをここで積んでいただくと、人に対して実際に投資していく、そういうのは取り組み一つとして新入社員のカリキュラムっていうのがどんどんできてきまして、年々アップグレードしていっております。さて、国谷社長のプロフィールを拝見しますと、2023年4月に社長に就任されました。就任後はどのような方針を立てられたんでしょうか？はい、社長方針としまして、社員一人一人が働いていることに誇りを持てる会社に成長させる、そのために品質に徹底的にこだわるという社長方針を出しました。当社がですね、お客様に提供する商品というのは、例えば構造物だったり建築物だったりですね、長い間にわたって安全安心にですね、お客様に使っていただくものでございます、そのためお客様からの要求事項というのも非常に高くてですね、工期だったり、コストだったり、そういうところもありますけども、やっぱり一番大切なのは品質だと思っておりまして、品質の良い商品とサービスを提供し続けると、ここが一番大切だと思っています。人材の育成に関してはどのようにされているんでしょうか？はい、当社ですね、実は少し大きな目標を立ててまして、建設業で一番社員を大切にする会社を目指すとしてましてですね。いいですね。そのためにはですね、やっぱり社員の幸せというものが一番大切だと思っておりまして、人的資本の投資をしまして、人の価値を最大化させると、それで企業価値を高めて、社会の貢献につなげていくと、そこを目指して進めているところです。人材の価値を最大化させるという国谷社長の方針について、社員はどう思っているのか話を聞いた。そもそもどうしてこの会社に入社しようと思ったんですか？私、環境保全とか環境に関する学部出身でして、ゼネコンであるからこそ生物多様性保全に関して、地球環境の保全ですよね、そういったところにきちんと目を向けていこうっていう姿勢が素晴らしいなと思って、入社しました。
国谷社長が人が一番大事、人に投資をするとおっしゃってますけれども、実際こう現場の社員からするとどうですか？実際に何かシステムを開発するであるとか実証をする、そういった技術を持っていくのは我々職員であるべきだと思っています。我々は信頼して任せていただいているなというふうには日々感じていますので、社長のそういった期待に応えられるように日々邁進したいと思っています。安藤狭間の働く環境はどうですか？それぞれスタッフに合った役割をこう振っていただいて、その人が得意とする分野を伸ばしていけるような環境にあるのかなとは思います。何か自分がこうやりたいと思った時に現場で施工に合わせて試行錯誤ができるっていうのはすごいいい環境だなと思います。いろいろチャレンジできるっていうことはすごい貴重なものなのかなと思います。作業する方結構ベテランの方も多いじゃないですか。そうですね、はい、若手の意見ってどうですか？通りやすいですか？よくしようっていう気持ちが作業員さんにも伝わると絶対聞いてくれると思いますし、やっぱ気持ちが大事なのかなとは思います。今後チャレンジしたいことって何がありますか？本社とか全体を統括する部署に行って、会社として全体が良くなるような新しいシステムとか機械とか開発できたらいいなと思ってます。安藤狭間のいいところはどんなところですか？日頃からコミュニケーション活発で、何か困ったことがあっても相談しやすいので、上司部下関係なく思ったことを言いやすい、結構風通しのいい社風なのかなというところはあります。意見言いづらくないんですか？最初の頃ちょっとためらいとかもあったんですけど、もう今では結構言えるようになってます。そもそも安藤狭間を選んだ理由って何ですか？就職活動の際に最終的にどの会社選ぼうかなと思った時に、やっぱり業績だとか見るところはあったんですけど、採用担当の方の真摯に向き合ってくださる姿が印象的だったからです。今後どのように成長していきたいですか？入社して本社の勤務をやってるんですけれども、ゆくゆくは現場に関わる業務をしていろいろ深く学びたいなと思ってます。実は当社ですね、2013年の4月に旧狭間組と安藤建設が合併してできた会社でございまして、特に建設業界というのは合併が非常に起こりにくい業種と言われているんですけども、その中でも安藤狭間はですね、土木に強い狭間組と建築に強い安藤建設、お互いのいいところが合わさって、うまくいった数少ない例ではないかなというふうに思っています。まだまだ世間のですね、認知度というのが非常に低いというもの、非常に社員としては寂しいでございますので、そういうところでブランド力を強化していきたいというふうに考えています。さて、番組では私のホットショットと題しまして、ゲストの方にホッとして思わず気分が上がる瞬間をご紹介いただきます。国谷社長のホッとする瞬間はどんな時でしょうか？こちらです。はい、コーヒー。これはですね、自席でコーヒーを飲んでる、それを自分の目線から写した写真でございます。実はですね、コーヒーを飲みながら本を読んでると、実に手前に本が隠れてるんですけども、出張などの時間を使ってですね、本を読んでも次の仕事の準備の方に頭がいてですね、本を読むってことはできないもんですから、こうやっぱり自席に座ってコーヒーを飲みながら本を読めると、こうなりますとやっぱり自分の時間が取れたなということで少しホッとするということになります。人が成長するためにですね、やっぱり何が大切かなと思った時にですね、やっぱり経験が一番大切かなと思ってまして、その経験を代替する一つの手段としてやっぱり本を読んで、そこから得られる情報で経験をするというのも一つの経験なのかなというふうに考えています。最後にお伺いしますが、国谷社長は今後どのような未来を描いていきたいですか？はい、人と技術で未来に挑むが当社のブランドコンセプトです。これからも技術力の絶え間ぬ研鑽から DX の推進から人的資本経営、これを通しまして人と組織の力を最大化することで企業価値を高めてサステナブルな社会の実現することが当社の未来への思いでございます。賢者の選択シェイパーズ、今回の安藤狭間の国谷社長のお話いかがだったでしょうか？
まあ、非常に人柄の良さが現れていたというふうに私感じましたけれども、それとともにですね、やっぱり胸の中に燃える企業のトップとしてのですね、情熱っていうのは横に座っていてひしひしとこう伝わるものがありました。まあ、このゼネコン業界っていうのは実はもう大変な大競争時代に今入っているんですね。そしてそれはゼネコン同士の競争だけではなくて異業種からも参画をしてきているというような競争なんです。ですからそんな中で戦っていくためのこの技術力、それから今日のお話にも出てきましたけども、やっぱり人というものをどこまで大切にするのかというところが大きなポイントに私はなっていくんだというふうに思います。それでは次回お楽しみに。